皆さんこんにちは。スタンピンナップジャパン公認デモンストレーターのウェラードサトミです。突撃ライブを行っています。というのはですね、今この大型スタンプ、バックグラウンドスタンプのですね、ちゃんとやってる、ちゃんとしたところでやってるかな、一回確認。はい、大丈夫っぽい。よいしょ。はい、このバーチのですね、大型バックグラウンドを、あのスタンプセットをちょっと試してみてたんですけれども、私あの手が小さいので、このバックグラウンドスタンプ用の、ブロックっていうのが、まあ、クリアブロックですね、持てないんですよね、重すぎて。なのでもう必然的にスタンパレータスを使うしかないということなんですが、でこのスタンパレータス、通常ラバースタンプの場合は、まあ、スタンパレータスにあの通常についてくるこのフォームありますよね、ブラックの、これ必要ないんですね。でさらに通常、クリングラバーの場合はこのコーナーにですね、ヒンジのあるコーナーにあのガチガチにこう、なんでしょう、ギリギリにこういう風にスタンプを設置してもできるんですけれども、このバーチのスタンプ、バックグラウンドに関してはギリギリに設置するとですね、やっぱりどうしてもこの部分がですね、スタンプできませんでした。でそしたら、じゃあちょっと底上げすればいいのかなということで、このまあフォトポリマー用に使ってくださいっていうスタンプ、マットを引いたんですけども、そうするとですね、今度ね、あのやっぱりこの辺はなんとかいくんだけど、反対側のあのこのスタンプのなんて言うんでしょう、こういう、ここあの実際ここはスタンプしない部分なんですけども、余分なところにね、インクがついてると用紙についちゃったりして、どうもうまくいかないなって思ったんですね。結論からすると、やっぱりこの大型スタンプはこの端っこに全部あの角角に設置しない方がいいなっていうのと、さらにですね、私じゃじゃーん、カットしちゃいました、余分なところ。ここだってスタンプされない部分だからいらないので、よく切れるハサミでカットしちゃいましたよ。まあこれでね、押しすぎてもあの余分なところがつかないっていうのがわかるし、あとあのクリングスタンプ、通常ね、あのクリアブロックにつけるために、まあシール貼ってると思うんですけど、実際はですね、このシールなくってもね、はい、クリングラバースタンプはちゃんとこれだけでクリングします。まあこれはどういうイメージなのかなっていうのを、まあ、反対側からでも分かるようについてる、そのための目安のスティッカーなので、絶対貼らなきゃいけないわけではないんですね。ということで、いつもは貼っていますけど、この大型、あ、こんにちは、突撃ライブなのに見つけていただいてありがとうございます。そう、このシールね、貼らなくていいと思ったんですよ。だって貼るの結構大変じゃないですか、あの大きいから。だから貼ってません、私。でということで、シールは貼ってないのと、この余分なとこはもうカットしちゃいました。そして実際サイズがですね、 A4 の表面よりもあの、まあ、大きいというか、これ今 B5 サイズのカードストックを出してるんですけれども、この長さでほら、縦はですねこんな感じ、 A5 の上から下までカバーしちゃうんですよね。で一応先ほどはね、あのこういう風に来るようにね、設置しといたんですけれども、要はあらかじめここいっぱいにスタンプを設置するんではなくって、あのまあこんな、こういうことですね、ここに隙間が空くような位置にペーパーを設置していただいて、一番上に関しては一番上まで、あのなんて言うんでしょう、つくように、これ以上上に行かないようにしても大丈夫だったので、まあこんな風にマグネットを下の方に設置していただいて、で、はい、こんな風にパタンとスタンパレータスで閉じるのが、この大型バックグラウンドは一番楽かなって思いました。例えばあらかじめもうカットしたペーパーだったら、
それはですね、これよりも小さいサイズのペーパーに押す場合は、こんなグリッドペーパーなんかをね、下に引いていただいて、スタンプするのがいいかなと思いましたよ。もちろんこのまま、今バタッとほら、この辺もまだちょっとね、ついてないんですよ。これでかいから、なかなかね、均等にプレッシャーがね、行くようにって難しいので、やっぱりこれに関しては、クリアブロックよりも、私は、スタンパレータスの方がいいなと思いましたね。しかし、ここいっぱいにすると、どうしても端っこはね、ダメだったんですよね。あ、すごい。オーストリアからハローって見てくれてる人がいます。Thanks for watching! Are you Samia? I hope I'm pronouncing your name correctly. Hello! Thanks for watching! はい、こんな感じです。なので余分なとこをカットしちゃうのを恐れないようにしましょうということです。そしてもう一個ですね、ついでにご紹介したいと思ったのは、ちょっとマグネットは後ろにしますね。カタログの最後の方にちょろっと書いてあるので、なかなか見つけてないかもしれないんですけど、スタンプレータスの新しいですね、マットが出てるの見つけてますか？ご存知ない方の方が多いんじゃないかと思うんですが、スタンパレータスマニアというか の私はおおってすぐに見つけたんですけど、これです、これです。カタログ184-85ページの、スタンパレータスフォームマットデラックス、ちゃんと入ってるかな、そう、このデラックス、どんなにデラックスなんだと思ったから早速ゲットしております。何がデラックスかというと、はい、まず厚さが全然違いますよ。これ普通の厚さね、こうするとわかるのかな、1回でもなんかこれゲットした時お見せしたと思うんですけど、はい、こちら普通のやつね、でこちらがデラックスの方ね。で厚さは本当に2倍とはいかないんですが、というのは、普通のマットを2枚重ねたよりは低いんですよ。これ今2枚重ねました。2枚重ねたよりは、はい、薄いんですね。だからちょっとね、こっちの方が厚いんですね。で、さらにここ、コーティングがしてあるっていうんですかね、カバーしてあるみたいになって。あ、気になってましたか？これね、めちゃいいです、正直。今までここのコーナーってスタンプしづらかったですよね。だから私は二重にしてたんですけれども、二重にしてもちゃんとできたんですが、今度ね、二重にすると、大きめのね、スタンプだと、この辺がちょっと高すぎてね、なんでしょう、ヒンジが、こんな風にちょっと大丈夫かな、ここ折れないかなって、ちょっと多少気になりながらやってたんですね。でもね、この高さバッチリで、おまけに表面がね、ちょっとコーティングしてあるので、インクとかがついても、拭き取れば OK なんですよ。そしてグリッドもついてるでしょ。ということで、これも実践してみますよ、皆さん。はい、ギチギチに。今回は、デラックスマットを使ってるので、ギチギチに、はい、クリアスタンプ設置します。で、いきますよ。そしてですね、先ほどちょっと使ってたの、リッチラズベリーのインク。じゃなかった。なんだっけ？あ、リッチラズベリーでいいんだ。リッチラズベリーもう一個使ってみますね。で、じゃじゃーん！もうね、全然 OK。ほら！くっきり！すっごい楽ちんなんですよね、これ。こっち側にももう一回やってみよう。あ、でもこっちにやってみよう。今度縦に。うんうん。じゃあ今度こっちのも、ちょっとペーパーもったいないから縦にこういう風にやってみよう。もうほんと綺麗にね、ほら、ボーンって押すでしょ。ほら、あ、今ちょっとインクの付きが悪かったから、もう一回ちょっとここだけやってみよう、なんて付け足して、で、ヒュッヒュッヒュッ。ほら！ね！もうバッチリです角まで！で、高さ的に、なんて言うんでしょう。これよりもちょっと厚くって、で、二重にするよりは薄いので、例えば、このですね、
端っこじゃなかったとしても、真ん中で押す場合もね、そんなにね、2枚にしてた時よりもね、負担がないんですよね。ということで、いきなりここで、すでに、ライブでご紹介した、あ、いっぱいハートとか飛びましたね。嬉しいです。これね、クリーニングパッドね。スタンパレータス使ってる時もね、このクリーニングパッドすごいね、楽で、別に、同じ色だから変えなくていいんですけど、色、なんでしょう、クリーニングしなくていいんですけど、でもほら、これからまたここに紙に置くから、そうすると、ダメじゃないですか。で、ここで私はこの布、こういうスタンパレータスに乗ってる時は、この、ファイバークロス、なんか、布の糸とかがここに、スタンプに映らないタイプの、こんなの多分100均で売ってると思うんですけど、100均っぽいね、こういうファイバークロスで拭いておいて、でも OK。OK。あとでまた綺麗にしますけどね。で、今度じゃあここに行きましょうか。このあたり。こんな風に設置して、普通ほら真ん中の辺とかだと、普通のマットの高さでもいいみたいになってたじゃないですか。で、2枚重ねにしてるとね、こっちに行けば行くほど、ちょっとね、高さが厚すぎてね、ちょっとやりにくいなって思ってたんですけど、このデラックスマットはですね、まあ、全部ちょっと今インクついてないんですけど、はい。ほら、OK でーす。真ん中でも OK でーす。ちょっとインクついてないとこもう一回、やっぱり、チビの方が、この、スポッツの方がやりやすいな。じゃあもう一回ちょっと場所を変えて。じゃじゃーん。髪を変えて。よいしょ。ほら完璧ねえ、このデラックスね、いいです、すごく。とっても嬉しい、このデラックス。じゃあなんで最初からこれデラックスつけといてくれないのってちょっと思うんですけれども、ただ、お使いのスタンプによっては、これ自体がね、何でしょう、必要ない場合もあったりするので、例えばフォトポリマーでもね、メーカーによったり種類によったりして多少ねスタンプの厚さが違うじゃないですか。なのでいつもこればっかりだと多分厚すぎるっていうことができてくると思うんですよ。なのでまあ最初からついてるというよりは、こういう細かいところまできっちり押したい人であれば、まあ1個ね追加して持っておくと、まあ私みたいにこういうとこにまできっちりスタンプしたいっていう、だってほらこれ連続でこういう風に押してったらすごい素敵じゃないですか。このこれだけでもなんかボーダーできちゃったな、あとでなんかこれで作ろうかなって今思ってますけれども、そういうことができるので、やっぱりいろいろ組み合わせがある方がねやりやすいのかなって思いました。なのでお使いのスタンプに合わせて、まあいろいろね下敷き部分を変えていただくと、このスタンパレータスが思いっきり楽しめると思うんですよね。そんなにこのデラックスといってもべらぼうにお値段がデラックスなわけじゃないですよ皆さん。だって860円ですよ860円。こっちのほらスタンプ、もう一個スタンパレータスの追加は430円だから、私的には実はこれ2枚持ってるから430円追加、まあこの2枚分の金額ってことですけどね。860円ですからね、正直言ってスタンパレータスゲットした方はもう全員デラックスゲットしといていただく方がいいと思います。だって隅の隅までこんな風に綺麗にできるし、端っこに設置したとしてもこの高さのままでだいたいフォトポリマーだったらいけるので、ぜひデラックスお手元にお迎えくださいませ。そしてラバースタンプの場合はですね、実を言うと今表面のこういう風に大きなものは何もねこれいらなかったんですけど、サイズ小さい場合はラバースタンプでもこのねちっちゃい場合だったら、サイズがちっちゃかったらね、この角っこにスタンプするとき、ラバースタンプもね、この標準マットをね、ちょっと引いとくと、綺麗にね、映ったりするんですよ。なので、やっぱりですね、スタンプ、お手持ちのスタンプの種類によって、
って下敷きをね変えて組み合わせを変えていただくっていうのが絶対ベストだと思います。そしてスタンプレータスだからといって皆さんいきなり押したりしませんよね、本番の紙にね。だから必ずいつもね、おそらくこういう風にいらない紙で一回押していただいて、位置とか厚さ高さぐらいは大丈夫かなってきっとね思うと思うんで、そういう意味ではね、一回最初に試し、高さを試して、OK だったら次本番の紙をやって、本番の紙自体が失敗しないっていうことがね、無駄にしないポイントなのでね、そんな形でやっていただいたらいいと思います。A stamp book under the pixel glass. It's better to put colors on the stamps. あ、なんかプレキシーグラスを使って、カラーをつけるのが、多分この上に何か透明な紙をね、引かれるっていうことで、そう引いてからスタンプをするんでしょうね。その場所をね、分かるためにね。ということで、皆様、ぜひですね、デラックスゲットしてください。最初バーチのスタンプの話しようと思ったけど、やっぱりこのデラックスがいいよ、ということで。突撃ライブでした。 Thanks for watching. Happy stamping!